皆さんどうもこんにちは。最近かくれんぼ修行中のうぷ主のみーです。皆さんどうもこんにちは。狙った相手は逃さない、霊夢ちゃんです。ごきげんよう。ナレーション担当のレミリアよ。あら、レミリアが来るなんて珍しいわね。最近フランがなんだか楽しそうにしているものだから、あの子になんでか聞いてみたら、かくれんぼっていうのにハマっていることを知ったのよ。おいおい、今回は姉貴の方が来たのかよ。フランに教えてもらってきたんだって。かくれんぼ、さぞ血みどろの戦いになるんでしょうね。かくれんぼはそんな物騒なもんじゃねえ。それじゃあ今回も張り切ってかくれんぼするわよ。最初のステージはお城です。あら、うちよりも散らかってるわね。でもこの方が隠れる側にとっちゃ好都合なんだぜ。さあうぷ主はどっち側かしら。鬼側だね。フランから聞いたんだけど、隠れてる人をぶん殴って消滅させればいいのよね。合ってるけど言い方怖すぎだろ。このマップを覚えるのはかなり大変だ。これ全部覚えるしかないの？全部は厳しいけど、ある程度にはな。かくれんぼって甘くないのね。レミリアは今回初めてかくれんぼをするんでしょ？隠れてるやつをあぶり出して、したことはあるけど。聞いたことを後悔しているわ。鬼の数二人って。こりゃあうぷ主が頑張って探さねえとな。そうよ、仲間頼りにしないで自分が頑張らないとね。いざとなったら私が手を貸すわよ。私頑張る。いつも隠れてばっかりだから、隠れる側が何に化けてるかよく思い出そう。そうだな、自分がここで何に化けてきたか分かれば見つけられるぜ。かくれんぼ、スタート。ふっふっふ、これは血が騒ぐわね。あ、早速発見。シンデレラが動いてるわ。シャンデリアだよ。なかなか幸先のいいスタートだぜ。シャンデレラが動いていたら明らかに不自然だものね。混ざってるよ。やった、イノシシ装飾も見つけた。普段隠れまくってるだけあるわね。寒そうな豚。ん？この豚不自然じゃない？よくわかったわね。さっきの豚は他の豚よりも低かったからな。あっという間に残り二人よ。随分とペースが早いわね。とうとう私の鬼の才能が目覚めたか。いや偶然見つけられてるだけだろ。あ、ヒント発見。ヒント？時々こうやってクエスチョンマークが出てきてヒントがもらえるんだ。ボックスだって。ボックスって木箱みたいなのと宝箱みたいなのの2種類あるけど、一体どっちがヒントの指すボックスなのかしら。どっちかわからないときはどっちも片っ端からぶん殴っていけばいいじゃない。すぐ死んじまうわ。そうか、殴りまくれるわけじゃないのね。残り時間45秒になれば無敵モードになって殴りまくれるけどね。ボックスがそこら中にあって、どれが正解なのかがわからねえな。ああ、ヒントが消えちゃった。しかも隠れてる人一人復活したよ。復活できるのなんてずるいわね。HP が残りにしかねえからうかつに手が出せねえな。ハートが出てくれたら回復できるんだけどね。残り3人、多分命に危害は加えないから出てきなさーい。多分。あ、またヒントが出た。もう、ボックスはわかってるわよ。詳しい場所も教えてくれたらいいのに。それもう答えじゃねえか。この辺が怪しい気がするんだよね。あら、今回はヒントがよく出現するわね。ナイスの鎧ってここにあるわよね。あ、今わかった気がするぜ。あれ、あそこって確か一体いなかったような。よし、睨んだ通りだぜ。なんか間違い探しをしているみたいな感覚ね。で、鬼があんた一人になってるじゃない。うぷ主が残り二人を見つけねえと鬼側は負けだぜ。う、プレッシャーが。まあまあ、そう硬くなることないわよ。リラックスして探しましょう。お前は真面目に探せ。ボックスボックス。一人は間違いなくボックスなんだけど、もう一人は何なのかしら。これではないね。もう一人の情報を知るためにはまずボックスを見つけてからじゃないとな。これだけ探しててまだ殴ってないボックスってどこかにあるかしら。とにかく箱という箱を見つけ次第殴っていくしかないぜ。まずこれ。次はこれ。ようやく見つけた。残り一人よ。これか。二人目もボックス。やったー。二人ともボックスだった。奇跡的に見つけられたわ。こんなこと今までで初めてなんだぜ。私たちは奇跡の瞬間を目撃したってわけね。今度のステージは街で、また鬼になりました。さっきみたいにどんどん見つけてまた勝ちたいぜ。さあうぷ主頑張って探してちょうだい。あら、何かしらこれ。こんな風に明らかに不自然なところにいてくれれば見つけやすいね。最初からいそうなところにいられるのが一番見過ごしやすいわ。ああ、ゴミ箱が動いてるぜ。これはいただきだね。隠れている人は残り6人よ。他に少しでも動いてるものとか怪しいやつはないか。この看板空中に浮いてる。空中に浮いてるのは最初からだったみたいね。どうなってんだ。あら、あんなところに公衆電話。おや？確かにここに電話があったら車がぶつかってこの街は崩壊するわね。そこまではならねえだろ。4人対4人の戦いになったわよ。ここから鬼は隠れてる人の数を減らしていけるか見ものね。
あ、ヒント発見。滑り台だってよ。あんなところに滑り台が。観念しなさい滑り台。とやー。あ、郵便局が思いっきり動いてるぜ。動く郵便局なんて珍しいわね。隠れてるやつだよ。残り二人。うつ主随分と見つけるわね。ああ、今回は調子が良すぎるな。きっと明日は雨のち雪のち雷のち台風ね。天変地異が起きるぜ。残り二人は多分うまく擬態していて、きっと素通りしちゃってるよね。そうね、引き続きヒントを元に探していきましょう。あら、ちょっとあの青いの不自然じゃない？これか。おーおー、ゼミリアお手柄ね。ふっふっふ、この私からしたらこれくらいなんてことないわよ。喜びが顔にすげえ現れてるぜ。いよいよ残り一人になったよ。あと一人見つけられたら勝ちだな。あ、ちょうどいいところにヒントよ。電話ブースって赤いやつだよね。これか。これは最初からあった電話ブースだったわね。あ、じゃああの角のやつは。覚悟ー。やったー。完全勝利だぜ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい、虫のやつ今回本当に調子良かったぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。